はい、それでは加藤理子選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはじめに、あ、はい、大丈夫です、はい、すみません。まずはじめに試合振り返っての感想を聞かせください。はい、9ヶ月ぶりの復帰戦だったんで、初めてちょっと緊張しちゃって、でも試合中は冷静にちゃんとセコンドの声も聞こえて冷静に戦えたなっていう感じです。では、対戦相手の木穂選手、戦う前と戦ってみての違いなどありましたらお聞かせください。はい、やっぱりこう拳合わせてみてなんか強いなっていうか、前蹴りが思った以上に強かったなっていう印象です。はい、はい、それでは最後に今後の目標をお聞かせください。はい、次はちょっと大きな舞台で戦いたいなって思ってます。はい、一試合一試合勝って、アトム級のベルトを取りに行きたいと思ってます。はい、はい、ありがとうございました。こちらでインタビュー終了させていただきます。はい、ありがとうございました。